さあ、今年最後のやっていきますか。ということで、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アクです。よろしくお願いしましゅ。ちょっと待って。毎度ございます、こんにちは、こんばんは、アクです。よろしくお願いしましゅ。今年最後の撮影でございます。ということで、本日12月28日、午後1時半ぐらい。ほ、ほんまに1時半ぐらいだった。ドン！ペヤング、ホルモン焼き、風、味噌仕立て。ちょうど10ヶ月前にね、まあ、これも多分動画で出してると思うんですけど、俺なんかホルモン食ったことあんなーと思って、辛口ホルモン焼きそばネッキっていうやつが出てて、まあ、それ食べてたんですけど、どんな味やったっけなーと思って動画見返してたら、あ、あれかと思って、ね、ホルモンってね、結構匂い強いんですよ。うん。ということで、まず食べる前に紹介していきたいんですけども、こちらカロリーが547カロリーでございますと。はい。もう作っていこう。もうお腹すいた。朝からね、大掃除して、軽く大掃除してね、お腹すいてるんで。うわ、やっぱりやん。ほら、やっぱりやん。火薬。ホルモンですね、やっぱこれ。前と同じや。ソース。うわ、これも前と同じ。辛口ホルモンネギと同じパッケージや。で、見てこれ、一味。七味？ほら、これ同じパターンや。ちょっと待って。先に言わして、辛口ホルモンネギ見てない人は先にそっち見てな。こっち見てから同じこと言うで。一味、二味、三味、四味、五味。はい、言うとりますけども。あたおか。同じやけど大丈夫か。味、同じパターンじゃん。まあ、とにかく言う前に入れていくか。このバカチンが、このバカチンがまた火薬入れてねえわ。ほんと、このバカチンが、あの。ヘイシリ。3分タイマー。ちょっとね、僕猫舌っていうあれがあるんでね、お待ちくださいね。ちょっと冷めるまでお待ちくださいね。うん。それでは手を合わせてください。いただきます。いただきますよ。うん、ほんとに辛口ホルモンネギと。いただきます。なにこれ、一味とか七味、うん、あれのせいでさ、辛口ホルモンネギと同じよ、ほぼ。しかもあっちの方が甘辛やったけど、味噌仕立てやからか、なんかこっちの方が辛く感じる。辛いの好きな人は、え、何が、は、これ、は、何、辛い、は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 、舐めた、は、は、は、みたいな感じで言うてくると思うんですけど、辛いの苦手な僕からしたらもう辛いです。水がないと食べれません。こっちの方が味はほぼ同じやけど、スルスルいける。前回のがべっとりした感じやったけど、こっちのはちょっとサラサラしてる。表現合ってるかな。あ、一発目から辛いってくるけど、後味がちょっと味噌風味、味噌仕立てって感じやね。うん、ごちそうさまでした。うん、やっぱ普通に辛い。もしね、ワンチャンペヤング関係の人見てたり、この動画見てるペヤング社員とつながりのある人とか、友達ペヤングで働いてるとかいう人いたら、ちょっと聞いてみて。これと辛口ホルモンネギ、味ほぼ一緒やねんけど何が違うんって、ちょっと聞いてみて。なんで出した、このタイミングでって思うもん。もしよかったらね、コンビニで大体まあ200円ぐらいでね、売ってるんで、ぜひ皆様食べてみたらどうかなと思う。うん。ということで、早食いしていこう。ペヤングさ、ペタの蕎麦が出ててん。まあ、ペタぐらいマジで食べれんねんけど、まあ、いつも食うてるし、うん。まあ、全然ビビったわけじゃないで。うん。ただ一つ言えるのは、蕎麦アレルギー持ってるっていうことです。本当の理由は。本当の理由は、ちょっと蕎麦アレルギー若干持ってるんで、もう動画の企画としてはあれ買いたかったんですけど。あ、ミスター、ヘイシリ、3分タイマー。ヘイシリ。2分半タイマー。ヘイシリ、2分タイマー。ヘイシリ、2分タイマー。もうええわ。え、え、プージャーっていう、プーマのジャージあるじゃないですか。プージャーって伸ばす？なんでやねん。うちの地元だけですか、プーマのジャージ、プージャーって伸ばさないんですけど。地元、
プージャ、プージャアディジャーになるんじゃ。てか今プージャ流行ってるん、また。だいたいあれですね、ファッションとかって20年周期になってるっぽいね。もう年やから年々ね、タイム遅なってきてんねんけど、年内最後やからマジで気合い入れて頑張ります。いきます、よーい、スタート。あ、タイムの方を発表したいと思います。今年最後のタイムはこちら、ドン、29秒49。はぁ、まあ微妙なタイムやな。まあ30秒切れてるっちゃ切れてるけど、今年も1年ペヤングありがとうございました。もしねこの動画ちょっとでも面白かったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン本当にお願いします。言うて、イエス、アクション。今日最後のナンバーズやからさ、この2949ボックスでコート交換記念に。ってことで、シャイニングスターどうぞ。シャイニングスター。